皆様、こんにちは。早いもので2007年もいよいよ残すところあと1ヶ月となってまいりました寒くなりましたのでゆっくり室内で楽しめる本の話題をいたします阿蘇市の図書館では市民の皆様にたくさんの本を読んでもらうためにどの本を読んでいます 図書館からでもスムーズに本の貸し借りができるシステムを導入しましたこのシステムにより携帯電話のあるいはパソコンからの本の検索本の予約なども簡単に行えるなどさまざまな面で大変便利になりましたまたたくさんの 蔵書数を誇る図書館自体もさらに旬の情報話題を充実させ利用者のニーズに応えた親しみやすい雰囲気を作っています図書館までお越しになれない方のためには市内全域に移動図書館車を走らせていますそのほか 本の素晴らしさを伝えるためにお話ボランティアの方々が図書館や学校などで読み聞かせを行ってくださっておりますし読書・友の会の方々も講演会などを開催し市全体のより良い読書環境づくりに貢献していただいています皆様これからも大いに図書館を 利用され、知識や好奇心を伸ばし好みの物語で心を癒してくださいさて、今度は阿蘇市の冬の一大イベント阿蘇クリスマスバルーンフェスティバルをご紹介しますこのバルーンフェスティバルは観光協会、旅館組合、商工会などの 各種団体の若者たちを中心に企画運営されており民間主導の実行委員会がさまざまなアイデアを出しながら作り上げ年々にぎわいを見せ冬の阿蘇を代表するイベントとして語られるようになっています。今年年はこののババルルーンフェスティバルの開催がなんと10年目を 迎えましたその記念すべき年でもありますので例年以上上の楽しさとと盛り上がりがになるかと思います10周年記念としてより多くの方に気球を体験いただけるようにイベント開催前の1週間をバルーンウィークと題し阿蘇体育館において夜間の熱気球を 登場体験が行われます。イベント開催日時は、12月の22日、23日で、場所は、花遊びそばのふれあい水辺公園をメイン会場に、内の巻温泉一帯で行われます。熱気球の競技飛行では、この阿蘇カルデラ内360度の大パノラマの中を 色鮮やかな気球が彩り小さなお子様にも大変人気です乗ってみたいという方のための体験登場もあります夜はメイン会場にてラジオの2時間生中継放送も入りクリスマスの素敵な音楽とバルーンイリュージョンのとの見事なコラボレーションが ご覧いただけますそして最後に冬の夜空に花火が打ち上げられます阿蘇しが自信を持ってご紹介する最高のクリスマスイベントですどうぞ皆さんお誘い合わせの上お越しください温かい食べ物もたくさん用意してありますそれでは年末に入り慌ただしくなりますが どうか健康には十二分に気をつけられてそしてお過ごしをいただいて良いお年をお迎えくださいませ。